で言うのが本当にあれでございますが豪華キャストは初めから狙っていたのでしょうか。まずモノクマを大山信代さんにすると最初に言ったら誰ですか。それは僕です。今おかしいでしょ。そこだけシンクロ率 400% ぐらいじゃん。なんだよそれ。え、どっちが本当よ。いやいやいや、これはずっと言ってるんです言ってるんだけど、寺澤さん寺澤さんっつって、はいはい、俺は俺って言ってて、うん、で小松崎くんにどっちだと思ってたら、うん、いや小高さんが言ってたって言って俺2票入ってるんですよ。嘘つけ。汚ねえな。ちょっとそういうなんか政治的なの2票入ってるから俺が勝った。まあ、とりあえず2対1っていうことで、こう3分の2ぐらいは小高くんだと思ってきますね。まあでもその大山さんをでもジョークなんですよね。最初多分会議室でこれ恋どうしようかって言った時に、まあ、あの某国民的マスコットキャラがいいの声がいいとかなんか言って、はい、でマハハみたいな感じだったのを、まあ、でもお嫁になった後ですよね。そうですね、あの、はいはい、変わった後ですね。次の世代に変わった後で、はい、でそれはまあ本当どっちにしろそれは冗談だったんですね、うん、僕が言ってても寺澤さんが言っても冗談だったんだけど、実際にそこから寺澤さんが動いて、はい、いろんなつてをちょっと使ってコンタクト取って、はい、まあオファーだけしてみようよってことで記念オファーですよね。そうですね記念オファー、記念オファーそしたらね、大山さんがね、はい、一回ちゃんとお話を聞きたいって言ってね、スパイクに来たんです。わざわざ足を運んでいただいて、でお話をさせていただいて、台本ちょっと読んでみる、わっつって言われて、もう声出したらもうあの声なんで、はい、もう笑いをこらえながらいいっすねみたいないやいや、まあそうですね。ということは割と最初は大山の上さんから入った感じ。あ、でも一発目はそうですよね。そうだね、うんうん、そこから全員のキャストさんを入れてった形ですね。ただ、はい、まあ決定までには時間があったので、うん、まだ決定する前に他の声優さんにもオファーはかけていたんですけど、はい、やっぱり大山さんだよってが決まったっていう話を伝えるとインパクトが強いですよね、やっぱりね、はい、いやそう、私もぜひやりたいって言っていただいたりしました、ね、最初に確かその最初資料をいただいた時に大山信代さんって書いてあって二度見しましたよマジで、え、本当にみたいな、はい、ね、やっぱりそれは大きかったですよね。だいぶ大きかったですね、はいはい、その PV にあのこのクマの声入れるのには反響はやっぱり、そう、いっちゃん最初のだからね、プロモーションビデオに大山さんの声で、うんうん、あのを使わせていただいたんですよ、はいはい、ですけど、うん、やっぱり何の告知もしないで PV 流したんで、うん、はい、あの気づかれない、意外と気づかれなかった。え、うん、本当タイトルコールくらいですよね。弾丸論破だけですよね。だけだったっけか。で僕らはもう知ってるからもう大山さんの声にしか聞こえないんだけど、うん、やっぱりそう公開した後に最初あんまり反響なくて、うん、あれって思ってて、ただやっぱ気づいた人たちが騒ぎ出して、はい、うん、それであれよあれよと。そうですよね、はい。